新山しおりです。今回たくさんギターをちょっと弾かせていただきましたが、本当に初めてギターを始めた方は、やっぱり私も最初そうだったんですけど、まず指が痛い、弦が食い込んで痛い、でその痛さから結構続けられるか続けられないかというとこになるんじゃないかなと思うんですけど、でもその痛さもこう込みでやっぱりギターを弾くっていうのはすごく楽しいことなので、これから簡単なコード、私が今弾いていた C コードなんですけど、 C コードから D コード、G コード、ちょっとずつでいいので簡単なコードを押さえながら、何度も何度も繰り返しそのリズムを弾いて練習しながら、ちょっとずつ焦らず、自分なりのリズムでこう弾けるようになっていただけたらいいなと思っています。なのでぜひ一緒に楽しんで頑張れたらいいなと思ってます。行きましょう。